今日は栗抜きハムチーズ卵トーストを作ろうと思います。今日使用するパンは超芳醇の5枚切り厚めのものです。中をくり抜いていきます。切れてない、私の場合、卵焼きとかふっくらさせたいときに少し牛乳を入れます。なので今日も少し牛乳入れます。まあ、大さじで1ぐらいですかね。弱火でいいので、バターを引いたら、くり抜いたパンの枠の方を入れます。そこに卵を流し入れて、ハム、やべ、卵漏れてますね。2枚入れちゃいます。いやー、失敗だな。そしてチーズ、まあ、スライスチーズでいいんですけど、なかったのでシュレットですね。溶けるタイプ。そしたらすぐに蓋します。衝撃的なことにフライ返しがありません。しかも卵に下味つけてないっていうね、大失態ですね。まあ、上にかけちゃえば一緒でしょう。あんま出ない。
弱火で2、3分匂いだけはバターのいい匂いがしてますけど、見た目はグダグダですね。まあ私っぽくていい感じですかね。そろそろいいかと思います。完成です。はみ出しちゃいましたけど、チーズいい感じで溶けてますね。いただきます。美味しいです。食べながら喋ってますけど失礼ですけど、美味しいです。ごちそうさまでした。見た目はちょっと悪かったですけど、味は美味しかったです。最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。